天南小族の多年草。にで、小型の株は、お花なをつけ、同一のものが大型になると、め花なまたは、両性かじをつける。本種は、お下部からめ部に完全に、性転換する。物弦法の後辺部が、耳たぶのように広く開けでする。地下に休憩があり、休憩は、平田休憩で、ほぼ2列に並んだ、液画群があり、上部から、 多くの根を出す。植物体の高さは7 0センチメートルになる。葉は、普通2個で、傭兵は短く、小葉管の端っこが、やや発達する。小葉は7から11個が鳥足状につき、小葉は非新型から楕円型で、長さ10から1 7センチメートル。円は、全円か、時に微細な巨子円となり、中脈に沿って白斑が生じることがある。偽警部は、 長さ4から42センチメートルになる。花季は東北地方では5月頃、団地では3月から葉の展開より先に花序が伸びて咲き出す。花序柄は花時には傭兵より長い。仏縁法は黒子色、紫褐色、黄褐色で白色の縦状があり、長さ13から16センチメートルになる。ごく稀に緑色のものがあり、品種として区別することがある。 頭部は後辺部が耳状に広く張り出す。玄部は乱形になり、先は尖る。過剰付属体の柄は長さ6ミリメートル。過剰付属体は長さ6.8から7.7センチメートル、計3から10ミリメートルになり、棒状からやや根棒状で、先端は膨れて円筒になり、仏円方向部から完全に外に出る。脂肪の中に10から16個の胚があり、 四国産のものは29個ある。果実は夏に赤く熟す。染色体数は 2N イコール26。日本固有種。本州の東北地方の太平洋側、関東地方、中部地方東部、兵庫県淡路島、四国の高知県沖の島、九州の大分県に分布し、落葉樹林下や林園に生育する。和名、耳型天南省は、耳形天南省への 仏縁法の後編部が耳たぶのように張り出すことから言う。前川文夫による命名。種商名リムボトムは縁のある、縁取りのあるの意味。黄色耳型天南省アリサイマリムボトム、中井、e、F メイク F ビリナフロベム林仏縁法が黄緑色のものを品種として区別することがある。関東地方、東北地方に知られる。また、高知県沖野島産のものは、 仏剣法の後編部画の張り出しが、特に著しく、弦部が長く鋭く尖って反り返ることから、編集沖の島天南省バリエーション、コンスピキュアムとして区別されたこともある。編集名コンスピキュアムは、顕著な、目立ったの意味。大分県では、武蔵屋文江林銀図との雑種が見出されている。禁煙の種に、悲願まむしぐさあリサイマエキノクシャル、中井フメイク、がある。 平凡社間の旧、日本の野生植物では、ヒガンマムシグサエアンデュラティフォリウムを、基本種、耳型天南省 A、アンデュラティフォリウムバリエーション、イオネステマオソの編集として掲載していた。ヒガンマムシグサは、本州の関東地方、中部地方、広島県、山口県、四国に分布し、海岸近くの商用樹林家などに生育する。 和名の通りかきが早く3から4月。高さは50センチメートルになり、仏前方の後辺部が耳状に広がるのは本種と同じであるが、開けデ部の幅は8ミリメートル未満と本種ほどは広がらない。染色体数は本種と同じ。ありがとうございます。